お前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。第四次任界大戦の火蓋が切られた。忍び連合軍と江戸天聖によりよみがえった強者たちが激突し、生者と死者の入り混じる凄惨な争いが展開されていく。孤島で修行中のナルトは何も知らされていなかったが、戦争を察知し、キラー B と共に外に飛び出す。キュービのチャクラをコントロールしたキュービチャクラモードでキラー B と共に戦場に向かうナルト。その前に二人を止めるため雷影 A と綱手が現れる。お前らを止めに来た。これ以上先へは行かせん。もしどうしても行くというなら、この場でお前を始末してでも止める。いろんな思いを託されてんだ。この勝負絶対勝つ。ナルトを行かせてやってくれ。お願い。こいつのことは俺が保証する。大会。何を言っている。お前たちを守る戦いだぞ。お前らが捕まればこの世界は終わるんだろ。イルカ先生から聞いた。ならなぜ行こうとする。大馬鹿かお前らは。そのせいでみんながやられんのは我慢ならねえ。みんなが死んで戦争に勝って俺だけ生き残ったって、そんなの意味ねえ。俺は嫌だ。俺たち人中力は己であって己でない存在だ。国のパワーバランスであり、里の力であり、国と里にとって特別な存在だ。お前ら個人の好き勝手にはいかん。価値はを理解しろ、大馬鹿どもが。俺は個人としてどうしても捨てきれねえもん持ってる。心意気、それをなくしたらただの兵器。こっちだったら宇宙先行だ。宇宙先行だ。このわしが。このキュービの力を手に入れるとき、父ちゃんはちゃんと母ちゃんに会わせてくれた。キュービの封印を開くと、母ちゃんが俺に会いに来るようチャクラを仕込んどいてくれたんだってばよ。ほんの一瞬だったけど、その時に二人が俺にくれた、すっげーいっぱいのもんがやりきれるんだって俺を信じさせてくれる。だから失敗はしねえ。キラービーは A から、ナルトは両親から大切なものを受け取っている。それらがある限り絶対に負けない。ナルトたちは A に思いをぶつける。行くぞ。
A はナルトを試すため本気の拳をナルトに向かって放つが、ナルトは見事な動きでこれをかわす。それは黄色い閃光と呼ばれた父ミナトを彷彿とさせる身のこなしであった。A はナルトたちを認めると戦争への参加を許すのだった。ナルトとキラービーはライカゲの説得に成功し、戦場に向けて再出発した。だがその前に思いがけない者たちが現れる。ペイン陸道でナルトを苦しめたナガト、そしてサスケの兄たち。二人は兜の江戸転生によりよみがえらされていたのだ。さて、口寄せの術。しかしイタチは以前ナルトに施した最強現実こと天つかみにより江戸転生から解放された。一方ナガトは兜に操られリンネガンの力でナルトたちを襲う。ナルトとキラー B はイタチの助けを得てナガトに立ち向かうのだった。こんな戦いさせやがって。前世紀に戻ったか。ナルト、今の俺を放っては危険だ。早く俺を倒せ。分かってるってばよ。カトン、ナルトの攻撃、華麗で苛烈。もうすぐ封印してやっからな。冷静に俺の動きを見極めろ。お前ならできるはずだ。手をかけさせてすまないな。封印される直前、意識を取り戻したナガトはナルトの物語を見守ると伝え、最高傑作になるよう檄を飛ばすのだった。こんな戦争、俺の手ですぐに終わらせてやる。俺の手でか。
どんなに強くなろうとも、すべてを一人で背負おうとするな。そうすれば必ず失敗する。火影になった者が皆から認められるんじゃない、皆から認められた者が火影になるんだ。仲間を忘れるな。その頃、ガーラと土影は歴代の影たちを相手に戦いを有利に進めていた。だが、江戸転生によってよみがえらされた新たな忍びが戦況を一変させてしまう。それは、ウチハの伝説と呼ばれた男、ウチハマダラだった。伝説上の忍びの圧倒的な力に、忍び連合の忍びたちはなすすべなく蹂躙されていく。かつて奴とは戦ったことがある。奴の相手はわしが適任じゃぜ。いや、そうはいかない。これは忍びの世をかけた戦いだ。俺もやる。もちろん俺もだ。は、本来ならお前らのおせっかいは断るところだが、今回は相手が相手、特別に認めてやる。風影、ナルト、わしらで奴を止めるぞ。貴様、両天秤の小僧、昔一度力の差を教えてやったはずです。あの頃と今とわしの力が同じだと思ったら大間違いじゃぜ。お前を倒し、いつぞや捨てた己を拾う。もう一度完膚なき敗北を貴様に教えてやる。土影をなめるでないわ。世界はこれ以上成長する必要などない。無限の月闇の中で眠っている。眠るのはあんたじゃぜ。俺を前にして勝利などはありえん。そんなのやってみなきゃ分かんねえだろ。未来はお前のためではなく、今を生きる俺たちのためにある。勝利は俺たち忍び連合が掴む。ここだ。まだだ。まだ終わってねえ。そううまくことが運ぶと思うか。ドトン超軽銃眼の術。
楽しませてくれた礼だ。消し飛ばしてやる。想像を超えたマダラの力にナルト、ガーラ、七影、大の木たちは追い詰められていく。しかしそこに綱手と雷影が援軍として駆けつけ、ついに現在の五影全員が一つの戦場に集結するのだった。こっちのマダラはわしらに任せ、必ず蹴りをつける。あっちのマダラはお前に任せる。それがこれからの希望を進める一歩となる。私たちはこの戦場でお前を守る。だからお前も向こうで戦い、私たちを守れ。ナルト、お前に五影からこの言葉を預ける。勝つぞ。かつてバラバラだった忍びの里が今連合として一つになろうとしている。ならば憎しみを生み出す忍びの世のシステムも変わるかもしれない。5人の影たちはナルトにトビとの戦いを託すと、マダラへと立ち向かうのだった。ガンの力で元人中力たちを従え、トビが進軍を開始していた。五影たちに送り出されたナルトとキラービーはトビと接触し、臨戦態勢に入る。絶対その面引っぺがしてやる。この面を剥がすには骨が折れるぞ。お前らマダラ、俺たちが止める。お前らってどういうことだこの野郎。マダラってあいつのことだろバカ野郎。違う戦場で本物のマダラが出てきた。お前は偽物だ。うん、一体誰なんだってばよ。俺は誰でもない。誰でもいたくないのさ。ただ月の目計画をなせればそれでいい。絶望しかないこの世界に存在する価値はない。お前たち人中力は美獣を取り付けさせられる。絶望ばかり。違うか。お前たちだったらこの絶望を少しは理解できるか。美獣と一緒にいることが幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよ。てめえにとっちゃ価値のないこの世界でも。勝手に戦争まで起こしておいて誰でもねえのか。そんなんでごまかして通用すると思ってんのか。そんな脱線面付け替えて。いろいろな名前語っていくらごまかしても。行くぜ B。 おう、いいよ。
吹っ飛ばしちまえ。八尾がサビのキラー B だぜ、俺様が。二重鉢巻き。行け。ナルトたちは巻き返しを狙うが、人中力たちのうち三人が微重化して猛攻撃を開始する。終わりだ。撃木の葉金剛力戦法。人中力たちが微重化し追い込まれていく中で、ナルトは四尾と呼ばれる微重と意思の疎通を行う。四尾との会話でナルトは九尾の本当の名がクラマであると知り、仲良くなりたいと強く願う。美獣たちと友達になりたい。それはナルトの心の底からの思いだった。いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。それは固くなだったクラマの心を溶かし、ナルトに助力することを決意させる。今はもう化け狐じゃねえ。おめえはこの葉隠れの俺とコンビの。激化する戦いの中で、ナルトはトビに操られる美獣、そして人中力たちと対面する。美獣と人中力は自分たちの名前をナルトに明かし、人と美獣の未来をナルトに託す。彼らの思いを受け取ったナルトは、人中力たちから美獣を引き剥がすことに成功するのだった。
ナルトの成長ぶりが少しずつ、しかし確実にトビの思惑を上回り始めていく。トビは自分の計画が狂い始めていると感じるのだった。ナルトたちがトビと激闘を繰り広げていた頃、サスケは永遠の万華鏡シャリンガンを獲得し、戦場に向かう。その途中で、エド転生で蘇ったイタチと開口する。イタチは、戦場を混乱させるエド転生を止めるため、術者であるカブトのアジトへ急ぐ途中だった。サスケは死んだはずの兄に思いの丈をぶつけるが、イタチは多くを語らない。わからずも兄弟二人で兜と対峙する形となる。兜はオロチマルを超える存在を目指し、オロチマルの細胞を体に取り込んでいた。その影響による兜の変貌に驚きながらも、サスケはイタチと共に戦闘態勢に入るのだった。あんたはいつも俺に今度だ後でだと嘘をつき、挙句死んだ。だから今度こそ約束は守ってもらう。ああ、さあおののくがいい。千人に達したこの僕の力に。まさか千人モードの力を手に入れているとはな。かつて憎み合っていた兄弟が仲良くこの僕に挑むわけですか。面白い。完璧な力を得たこの僕にどこまで抵抗できるか見せてもらう。この程度か。オロチマルの残り物を移植しただけの劣化版だな。これを僕の全力とでも。だったらめでたい性格だね、君は。やっぱり違うわ。やれやれ。さあ、目的は奴にエド転生を解除させることだ。やりすぎるなよ。オロチマルの力を手に入れてるようだしな。そうそうくたばりはしねえよ。これはよく。やれ。燃え尽きろ。さあ、せいま。さあ、これはよく。やるね。けど、もはや完璧な僕にはこの程度の傷。気はしないんだよ。大した回復力だな。どうする？俺に任せておけ。奴を道術にはめる。道術に？一体何を？悠長に話している暇などないよ。先方、無期転生。これは。サスケ。あっ。
感知能力が今までの比じゃなくてね。うまい。いいね、この状況。さて、先方、迫撃の術。振動で動きを止める術か。しかし対策を施した僕は自由に動ける。あとは あの状態でよくも。お前の行動パターンは分かった。これからは俺が操る。操る？さっき言ってた道術か。一体何をしようってんだ。奴の運命を握る究極の道術。ざれ事を。イザナミだ。何か策を講じているようだけど、今の僕には何をやっても無駄だよ。どんな能力も併せ持つ僕には誰も届きはしないのさ。サスケ、俺から離れるな。イタチ、君は江戸転生を解くためここまでやってきたのだろうけど、残念ながら君の思い通りにことは運ばない。なぜなら生も死も操り、神にでもなった気でいるのなら、それは大きな誤りだ。完璧だと思っているこの術にも弱点がある。へえ、それは実に興味ある。工学のためにぜひとも教えてくれないか。この術の弱点とリスクは、この俺の存在だ。愚かな者に。君たちがいくら張り切ろうとも、完璧な僕には通用しないんだよ。内派の本当の力を知らないお前が、今何を語っても無意味だ。つなげはまだなのか。こちらも仕掛けている。だがもう少し時間がかかる。抵抗は無理。アマテラス、さっさと呼べ。オルチマル様、抵抗は無理。アマテラス、さっさと呼べ。
サスケ。さあ、こっちだ。伝統開発。こっちだ。おおさ。さっさと呼べ。愚かなる者よ。さあ、せい。サスケ君、兄を追い込んだ木の葉の闇を君は許せないはずだ。君の気持ちはよくわかる。僕も同じだ。僕は君の理解者だ。サスケ、耳を貸すな。奴は俺以上に嘘はない。どんな闇や矛盾を抱えていようと、俺は木の葉の打ち配たちだ。オルチマル様、さあ、行こうか。さっさと呼べ。抵抗は無用。さあ、あれね、どうしたの。この程度じゃないでしょう。ウチハの力は押されているぞ。大丈夫なのか。焦ることはない。ここから巻き返す。オロチマル様、勝敗はほぼ決した。お前の負けだ。さあ、まだだ。僕にはオロチマル様の力がある。言ったはずだ。お前の行動パターンは分かったと。これよりイザナミに入る。こちらも言ったはずだ。何もかも手のひらで踊ってると。君も例外ではないんだよ。サスケ、俺から離れるな。まるでデジャブだね。もう見飽きたよ。サスケ、俺から離れるな。何なんだこれは。お前は俺の道術にはまった。
そんなバカな。僕は完璧なはずだ。そんな僕が。わからないのか。お前は決して完璧ではない。うちハイタチ！やつはこのループから逃れることはできない。運命を決める術、これがイザナミだ。俺の道にもようやく終わりが見えた。父さん、母さん、あの時たもとを分かった道も、これで。己自身を認めてやることができない奴は失敗する。今の兜のように。そしてかつての俺のようにな。確かに兜のやっていることは間違っている。だがこいつだけを責めるのも間違いだ。兜には俺と違い、死ぬ前に気づいてほしい。不読み。兜を拘束したイタチは江戸天聖の実を説く印を発動させる。自ら消え去ろうとしているイタチに対し、サスケは兄を苦しめたこの天暮れの里を許せないと伝える。イタチの願いはわかるが、しかしそれでもイタチが守った里を必ず潰す。お前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。